スイングフィックス。スイングデザイナーの澤田大輔です。90ギドを目指す皆さんのスイングをデザインします。スイングデザイナー澤田大輔プロ、2013年にティーチングプロへ転向し、おもてなしの心で日々スイングをデザインしています。保土ヶ谷バイパス下川インターから5分、最新のトップトレーサーを完備した横浜スパークゴルフクラブからお送りします。それでは長嶋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近のラウンドはいかがですか？何か変化はありましたか？はい、普段教えていただいたドリルを練習してるんですけど、はいはい、そのドリルの成果を早く実践したくて、はい、そのラウンドが楽しみなんですよね、はい、でミート率が上がってきたんで。よかったです。それはもう何より、はいはい、より楽しいです、はい。ドリルを実践していくと本当バランスも良くなって、はい、ミート率上がっていくと思うので、はい、さらに精度を上げて、うん、90ギリ目指して頑張っていきましょう、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。女優モデルとして活躍する長嶋由紀、学生時代は陸上部に所属、県大会ではハードル走で優勝、現在も普段からトレーニングを欠かさないスポーツ大好き女子、ゴルフでは90ギリを目指しています。今回はどんなドリルを教えていただけるんでしょうか？はい、今回は左目を下げたアドレスでのドリル、これになります。左目を下げる、はい、はい、ちょっとハテナですかね。ハテナです、はい、こうです。顔を傾ける。傾けますね。傾ける、はい、このアドレスでドリルを行うんですけど、はい、実践編でも5番ウンドを使って、はい、左足下がりから打ったの覚えてますかね？はい、やりました。やりましたね、はい、このドリルは左足下がりから確実にヒットができる、そういうドリルになっていますので、はいはい、このドリルをきっちりやって90ギリを目指して頑張っていきましょう、はい、では左目を下げたアドレスでのドリル、これをやっていきたいと思います。通常は目線は地面とこう平らな状態でアドレスをしますが、今回のドリルは左目が下がるように顔をちょっと左にこう傾けるような感じですね。この姿勢でスイングをするんですけれども、左足下がりというのはこういった傾斜になりますよね。で、これをちょっとイメージした練習方法なんですけれども、目線を少し傾けることで上から下に向かってクラブを振り下ろす、そういった感覚を身につけられるドリルになっていますので、これを皆さん実践していただけたらと思います。では一球打ってみます。まずは通常通りアドレスをしていただいて、で左目を下げるようにから顔を傾けます。この状態を保ってスイングします。この時出やすい球なんですけれども、クラブがこう急激に下に向かって運動するのでボールは低くなりやすいので、そういった球が出て、できていればこのドリルがきちんと行えていると思っていただけたらと思います。左目を下げるように顔を傾けてアドレスを取り、クラブを下に向かって振る感覚を身につけましょう。弾道は通常よりも低くなります。では長嶋さん、左目を下げた状態でのアドレス、このドリルをやってみたいと思います。はい、はい、顔だけを傾ける。はい、これで今きちんとできてます、はい、ボールを左目で見る感じでいいんですか？そんな感じですね、はい、その見え方も大事なんですけれども、はい、左足下がり、はい、この傾斜をイメージしてるっていうのが大事になりますね、うんうんうん、はい、はい、傾斜をイメージするんですね。傾斜をイメージしておくのが大事ですね、はい、そうすると下に向かってクラブを振ろうみたいな意識が生まれませんか、うんうんうん、どうですか？下に向かってみたいな。下に向かって、ああ。そうですね、はい、傾斜がイメージしやすい、うんうん、そんなドリルになってます、はい、とてもいい感じ。では一球打ってみたいと思います、はい、顔を傾けて、
とてもいい感じですね。イメージとしてはどうですか？左足下がりのイメージ持てましたか？傾斜地にいる感覚でした。はい、そうですね、はい、で今ので基本的にはドリルとしてきちんと行えているので大丈夫なんですけれども、はい、1点だけ修正したいことがあります、はい、じゃあボールを置きますね一度、はい、でまずアドレスをしていただいて、はい、まあ、通常通りのアドレスから、はい、左目を下げたアドレスを作りました、はい、で左足下がりは、まあ、上に上がったクラブを下に向かって振るというのを強調したいというのもありまして、うんうん、なので、早めにリストコックしたい。あ、はい、はい、しかもちょっと縦に、はい、なんか実践編でもそんな話になりましたね、はい、思い出しました。で左足下がりでリストコックが遅れてしまうと、はい、そもそもこういう傾斜なのに場合によっては傾斜に当たっちゃうような感じになります。あ、横振りだと。そうですね、はい、で縦に上げてあげる、うんうん、早めにリストコックをしてあげると下に向かって振る感覚が非常に持ちやすくなるんじゃないかと思うので、うんうんうん、その点に気をつけてもう一球打ってみましょう、はい、まずいつも通りのアドレスをしていただいて、はい、いいですね、 OK です。その目線で早めにリストコック、はい、そうです、いい感じ、とてもいい感じでしたね、うん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 、はい、もう一球だけやってみましょう、はい、はい、これでアドレスはできてます、はい、素晴らしい、とてもいい感じですね、はい、まあ、実践編の時も感じましたけど、うんうん、やっぱりクラブを横に使いやすい、はい、長嶋さんのバックスイングの特徴がありますので、うんうん、それを改善するためにもリストコックを早めに行うというところ、しかも縦に、はい、これを強調してで目線をキープして打つ、うんうんうん、でやってあげるとスイングの改善にもつながりますし、はい、でこれは左足下がりの対策としてやっているドリルなんですけれども、うんうんうん、平らでも場合によってはこのスイングをしていただいて大丈夫です。そうなんですね、はい、もしくは、はい、ライが悪い時、あ、はい、はい、でもこのスイングをしていただけるといいので、とにかくクラブを上に向かって振ったら当たらないんです。下にあるボールを上に向かって振ったら当たらない感じしませんか？そうですね、イメージ的に当たんなそうです。そうなんです、はい、下に向かってる分に当たるので、うんうんうん、はい、打ち込めてる感じがしますね。そうですね、まあ、これが平らであってもこのスイングをしていただいていいので、はいはい、この感じをしっかりマスターして90切りに向かって頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。